東京都交通局8500系電車。東京都交通局8500系電車。東京都交通局8500型電車は、1990年、平成2年に登場した東京都交通局の路面電車、都電車両。老朽化した車両の置き換え、及び都電荒川線の活性化とイメージアップを目的に、1990年から1993年。 平成5年にかけて5両、8501から8505が製造された。都電では1962年、昭和37年登場の7500系以来、大規模な路線廃止もあり、新型形式が登場しなかったことから、実に28年ぶりの新型車両となった。登場当初は6000系6152、イベント用、2001年廃車を除く荒川線の、 全車両本形式で置き換える計画であったが、交通局の財政難などの理由から5両で製造が打ち切られた。その後、2009年、平成21年から2010年、平成22年にかけて8800型を導入することで、7500型を代替している。車体は全構成形量構造によるもので、従来の7000型や7500型よりも、 車体の窓を大きくし、塗装もそれまでの都電と異なるパールホワイトをベースに、車体下部に緑の帯を配するなど、明るく、スマートなイメージを強調した。走行機器には、都電発の WN 駆動方式と、VVVF インバータ制御を採用した。また、運転台には一軸にハンドル式マスコンを装備した。終電装置には、Z パンタグラフを採用している。 行き先表示器は、正面が暗ン,ドン字幕式、側面が LED 式である。この形式から落成と同時に、LED 式車内案内表示器が一両につき4箇所設置され、それぞれ運転席裏側と校舎工場部に2箇所ずつ設置されいる。運転席裏側のものは乗車マナーなどを、校舎工場部のものは駅名などを表示する。また、 運転席裏側のものはデジタル時計8501号を除くを、校舎工場部のものは地図式表示器を併設していたが、校舎は後に使用されなくなった。荒川線の車両としては初めて、登場当初から自動案内放送を流している。当時の荒川線の車内放送は男性のテープで流されていたが、本形式は当初から女性による、 音声合成方式となった。多形式も1991年後期から女性のテープとなっている。スムーズな乗降を図るため、乗車口を 1000mm の片開きドア、降車口を 1200mm の両開きドアとし、降車口周辺を運転台のモニタで監視できる、要収納式の ITV カメラが設置された。また、客室内の座席は、在来車同様、 ロングシートが採用されている。床面高が多形式より3 0ト、mm、ル高いため、駅によっては、ホームとの段差が生じることがある。1992年、平成4年に8502.8503、1993年、平成5年に8504.8505の、それぞれ2両ずつが増備された。この増備車4両は停止ランプの位置変更など、 全面の一部設計を変更し、新たに東京都のシンボルマークであるステンレス製の胃腸マークを装着した。8502.8503落成時に8501にも装着車内は全席ロングシートだった8501から配置が変更され、8502では車椅子スペースの補助席をクロスシートに8503から8505では 補助席のみ、ロング、シートとし、それ以外は、クロスシートとした。車内中央部には折りたたみ式の補助椅子が設けられていたが、後年撤去された。8501で採用された後車口管仕様の ITV カメラは廃止された。8501で採用された一軸に、ハンドルマスコンは、加減速を頻繁に行う荒川線では運転操作、しにくいなどといった理由から、 8 5 0 2以降の増備車に関しては縦軸にハンドル式が採用され、8501も1992年初頭に2ハンドル式に改造されている。従来の Z パンタグラフ型から9000系8800型で用いられているシングルアーム型への交換が行われており、2011年4月現在8502.8505を,を除く産業で、 試行済みである。2011年、平成23年より、車両内、外に設置されている、表示器類の交換工事が行われた。試行内容は、全面行き先表示器の LED 化、車内運転席裏側の LED 式車内案内表示器の交換、7000型と同型、校舎工場部の車内案内表示器の撤去、自動案内放送の交換、 8800型と同型で。2013年度以降、VVVF インバータ装置や手電動機などの走行機器類の更新が順次進められており、これらの機器類はすべて三菱電気製から東洋電気製造製のものに交換されている。2013年度に1両、2014年度に2両の更新が完了し、2017年度以降は、 残りの2両を更新する予定である。2000年、平成12年の荒川線ラッピング広告開始以降、本形式は広告者の対象にしていなかったが、2009年6月29日から8503と8505に警視庁のラッピング広告が施された。一時期8501以外の車両が警視庁のラッピング車両となっていたが、 2010年9月に8503が一般スポンサー演歌歌手山川豊デビュー30周年シングル我が娘へ喜びの日にのプロモーションのラッピング者となったその後8503は他の一般スポンサー荒川の伝統技術伝のラッピング者となっている2011年現在5両8501から8505が 荒川電車営業所に在籍する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。